大久保佳代子のズタボロゴルフ2。いや、始まりましたね。2回目ということでね、やっぱりちょっと忘れてることが多くて1回目苦戦しましたけど、なんかやってるうちに思い出すみたいなね、はい、ありますもんね、はい、雨ですよ今日。ひどい天気です ね。あと今日も大雨です、うん、あと慣れない。え、慣れない。なんかツーショットから始まるけど。大久保佳代子のズタボロゴルフ2。さあ、雨にも負けず頑張りましょう。この番組は見ている人が佳代子に思わず教えたくなる番組です。今回お世話になるのは東京都江戸川区にあるロッテ葛西ゴルフ。24時間ゴルフの練習が楽しめます。どんな課題今日は。今日は、はい、大久保さんの後ろにネットありますよ。あれかな、あのグレーの。そうです、ちょうど25ヤードぐらいなんです、うん、ここね、はい、うん、あのネットにワンパンでもダイレクトでもいいので一球でも入れたらお帰りになって大丈夫なんかこういうことちゃんとできるんだね。今回のミッションは25ヤードのホールインワンバケットに1球入れるまで帰れません。頑張ってください。今回の大久保さんの指令スタートですやばい、だんだんなんか癒されてきたな。どうやってたっけ。なんか浮かしたいよね。でもね、コントロールできてます。ねえ、悪くないんじゃない？私得意かもこれ。久々にやったけど。ドライバーよりいいです。そう、ドライバーが一番私難関。ただこの転がしてたら手前で入るわけないのよ。どうやって入れるこれ？なんかさ。遠藤さんとかもほんとこんな感じだったよね。右足をほんとにこのぐらいので、あれかかぶせだよね。こっちの先で当てる、根元じゃないよね。先で当てるって言ってるよね。武井壮さんね。いや全然方向いいよ。普通のゴルフ場だったら全然いいけどね。あのネットに入れるって意味が分かんなくなってきたんだけど。うん。でもこうの方がいいかな。ドライバーより全然いい。いやこれさ、雨だからさ、ワンバンすると思えないのよ氷って。だからもうやれるのはダイレクトしかない気するんだけど。これ入れるっていうよりももうあのネットにくっついたら OK って。なるほど、あの下のところにね。下のところ OKOK、 それだったらいけると思う。ちょっと雨なんで、うん、どう？どういうこと？全然安定してない。結構強いのか。雨なんで、うん、いろいろ状況悪いので、あそこの手前の、ああ、はいはい、オレンジ色のね。はい、オレンジ色の、あそこの上に1球でも上がったらいいんじゃない。全然余裕。いいの。ここでミッション変更。雨でボールが止まるため20ヤードのミニグリーンに乗ったらミッションクリアとします。逆にいい？尺足りる？本当なのですか？うん、え、あの大きい緑のとこでいいんでしょ。全然いけると思う。急にしますじゃあまだ様子見よ。様子見ちゃ
まあ、確かにちょっと前です。あまりにもちょっと雨が、あそこの水たまりがね、あれもっと力入れていいのか。止まれ、これは行くぞ。じゃあちょっとあのグリーンの上3球にしましょう。 OK、あのグリーンの上3球で今日は帰れます。雨なんで、ね、帰れます。これ今から豪雨になる予報だから帰った方がいい。いいんじゃない。おー、あーっと乗りましたね。はい、1球1球乗りました。はい、1球でしょっと。でもあと2球です。あ、ちょっと強いか。うまいですね。でもうまいですよ。そうなのよ、これうまいのよ。おお、強いか。ただ狙いはいいです。おお、これはいい。止まれ。ああ、強いか。惜しい。ちょっと分かってきました。分かった。ボールコントロールしてる今。弱いか。あー、悪くないですよ。あー、いった。おお、乗った。おー、ナイスト。2球、あと1球。うわ、オープンだ。ドライバーより断然コントロールできてます。あれ、あー、はい、帰ります。お疲れ様でした。まだ8分です。開始してから8分で、8分、はい、8分です。8分で、25球です。25球で、はい、いや、アプローチはなんかすごいじゃないですか。すごいね。あのね、どのぐらいの強さで打ったらどこまで行くっていうのがコントロールです。これはちょっと逆に尺が、玉転がしちゃって、玉転がしちゃったよ。これでも3球というのはね、簡単すぎません、やっぱり。いや、よく言うわ。いや、後出しだわ。玉転がそうか、俺。うい。まあ、我ながらやっぱり今回アプローチ、はい、あれはすっごい、コントロールできてうまかった。はい、ね、あんなにできると思いませんでした。あ、思ってなかった、はい、あ、だいぶ見くびられたもんだなとは思いますけど、思ってなかった。いや、私ね、ファーストシーズンの時からアプローチはなんかできてたのよ、はい、で今日みたいにああいう固定された場所だから、だんだんもうコントロール、うん、球のコントロールはすごい得意だからさ、はい、いけた。あの短時間でもうすぐに決められるっていうのがやっぱさすがだなと思いまして、うん、まあ、分かるよ。正直だから、その制作陣からしたら尺の問題はあるよね。またもうちょっと時間かかってみたいなのが希望かもしれないけど、はい、すごいコントロールしづらかったです。時間のっていうか、はい、あ、まあ、まあ言って、そういうのも、はい、別に私もタレントなんでその辺は調整はできるんで、はい、なんか言ってごめんね、今日ムキになって、じゃあもしかしたらやっちゃったかもしれない。そうやってまた一歩一歩、そうですね、反省しながら。確かに今年こそ大久保さん100来てくださいね。今シーズンね、今シーズンはいけるかな。いけます。じゃあ笠井ちゃんが、キャサリンが言ってくれるなら、はい、二人三脚で、はい、頑張るぞ。おお。あと大久保さん、すみません、その気になるのが、そのズタボロゴルフのなんか帽子かぶってる。あ、これね、これ何ですか、なんか出たんですか。作っていただいたんですよ、スタッフさんに。で、このロゴがなんか試行錯誤した結果、このおしゃれなロゴに今落ち着いて、うん、そう、出たの、作ってもらったの。あ、こちらがマーカーです。マーカー、あ、かわいいです。ズタボロゴルフ黒バージョンと、このこれのね、白いフォームでね、これマーカーでいいんだよね、ゴルフの。あら、これいいじゃないですか。あとは、あ、はい、
いいですね。ちょっとカラフルにね、はい、あの自分のボールが分かるようにズタボロゴルフ、これ出ました。すごい嬉しい。ちょっとなんか正直こういうの作ってくれると、あ、制作陣含めやる気があるんだなっていうのすごい分かるんで嬉しい。うん、すごい買えるんですね。買える。へー、